はい皆さんこんにちはそしてこんばんは、えー「オールナイト長野」の時間がやってまいりました、えー、非常に久しぶりでございましてまあ、カムバックという形になりますけどもやっていこうかなと思いますはいえー、少し前というかまあ、だいぶ前なんですけどもえー 質問箱を設置しましてね、えー、そこで色々いろいろだいたあのー、質問とかトピック、えー、これについて話していきますからはいいきますもう8月30日とかで1ヶ月以上経ってしまいましたねはいすいません行きますじゃあまず、えー「今一番欲しいもの何?」という欲しいものね権力ですね <laughs> はい次です。フォーエバー2 1の破産、ファストファッションとデザイナーズブランドの勢力図はどうなる？<laughs> えー、まあ、ファストファッションは終わるでしょうねと私は思ってます。つまりファストファッションって何かって言うとまあ、低価格でまあ、安かろう悪かろうのものをまああのー、トレンドに乗せて今というものをパン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 打ち出していくっていうまあそのサイクルが早いファストファッション。 っていうのまあファストファッションというとするとまあそういうのはなくなっていく傾向にあるんじゃないかなというふうに思いましてまあここ56年ぐらいかなのファストファッションブームはまあ終わりなのかなというふうに思いますはいでえー、デ,ザイデザイナーズブランド とうんまあだからまあ僕昔から言ってますけど二極化が進むと思うんで、まあ、ユニクロでいいやっていう人といやーそうじゃないっていう人があどん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 そことの、まあ、分断がですね結構極端なものになっていくのではないかなっていうふうに思いますデザイナーズブランドを買う人っていうのはもう本当に嗜好品というか、まあ、趣味の領域ですよねはいあのー、生活必需品として衣類を買うということではなく 完全に嗜好品の域に、えー、どん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 これからも入ってくるのではないかなというふうに思います次ですえー、個人的ビッグニュース一つビッグニュース別にないけどないっていうのが寂しいなビッグニュース作れるように頑張りますはい次ですえー、くだらねえな源氏さんのことどう思ってますかどうも思ってませんと前も言ったと思いますはい変に意識してるやつはねネタにできないと思うんですよ どうでもいいどうも。僕、源氏さんにどう思われてもいいし、僕も源氏さんのことどうも思ってないんで、ただの源氏さんとしか思ってないんで、えー、だからいろいろ今までネタにしてきてみましたし、もう最近はネタにするのも飽きたので何もしてないというのが現状ですね、はい。それは何となく見てたら分かるんじゃないですかね。好きでも嫌いでもないですよ。本当どうでもいい。次です。えー、松本の滑らない話。滑らない話か。 えー、ちょっとお前それは難しいな滑らない話ちょっとじゃあ次くらいまでに考えときますね滑らない話、えー、パッと出てこないな <laughs> はい次です広瀬すずの炎上の件について量産内の見解え広瀬すずってなんか炎上したんですかちょっと知らないですすいませんはい、えー、次ージは高学歴に入ると思いますかもう入るだろう入、はい、んだろうがえ 逆に上智工学歴に入んなかったらもうどっからが工学歴なんですかね日本の大学あと何個残んの工学歴とか言ったらじゃかなかったらねいや入るだろうがそれはそれは僕があのそ上智を出たからそこあの工学歴だって言いたいんじゃなくて客観的に考え,考えて入るでしょう <laughs> はい次です AI について AI について何ですか 何を話してほしいの?。知らねえよ。次です。えー、えっ。と、これは。こうたぐしけいつですかもう。ちょっと来たな。<laughs> すみません、ちょっと。ちょっと来ちゃってね、なん、完全に。時期を。時期がおかしくなっちゃって、ま、すんで、すみません。はい、次です。男女の友情はありなし。いや、あるでしょそれは。ありますよ。 うん、あのー、あると思います次ですえー、っと中学生時代何が一番楽しかったですかそうっすね大体楽しかったですねななんかこれが楽しいあれが楽しいというよりももうなんか日々の学生学校生活が楽しかったですかね、うん、なその日常が楽しかったはいえー、長野次です長野の同世代で活躍しているキングヌーについてどう思いますか どう思いますかまあでも正直すいません僕は聞いたことないですよね聞いたことないのでどの曲がキングヌーなのかちょっとわからないんですけどもはいその程度です次ですえー、別れてすぐって辛いよね別れてすぐって意外と他の人に落ちやすくなるから狙われやすいで気をつけてね <laughs> 気をつけてねあ忠告してくれてるんですね うん、なあ,あがん、気をつけます。なんじゃそりゃ。えー、次です。ひもきゅうがなくなるってまあ、らしいですけど、もう今の,今の僕にはもう全く関係ないかなと思います。次です。ちょっと長いですね。こんにちは、りょう松本さん。質問です。僕の知り合いのある女性はよく男からモテるためにモテるテクニックを駆使して、どんな男にもなりふりかまわず尻尾を振っています。 結果その男性男性たちはモテテクに翻弄され彼女は男性から支持を得ています僕は彼女のモテるための貪欲さが非常に嫌いでした僕の性格上なのかありのままで勝負してほしいそんな感情がありましたしかし以前りょうさんがサードチャンネルで投稿した美人は才能という動画でその自分の武器を使って成功できていればいいと内容から彼女は内容から、えー、彼女は自分の武器を使って勝負してるだけなのではという考えになってきていますこの件についてりょうさんはどうお考えになりますか ですえー、いやそうでしょう別にさその女がモテてモテってさモテてることに対してなんか自分に影響あるんですか悪影響があるとかないでしょうもういいやモテるテクニック駆使しようが何しようがありのままで勝負してほしいってな,な誰目線保護者目線ですか <laughs> うちの娘にはそんな素材のままで勝負してほしいとかそういうことなのかなだったらまあまだうなずけるんですけど知り合いじゃないですかどうでもよくないですかちょっとね興味がないですね別にいいやモテるテクニック知っててそれのテクニックを使ってるのはほんとその通りですよ自分の武器を自覚してそれを使ってねあのー、まあ自分のそういう経済活動してるのであれば別にいいじゃないですか はい、と僕は思いますというよりもっとそういう知り合いがいるんだったらもっとポジティブに捉えてえそのモテるテクニックって何なんだろうっていうところを観察しますね僕だったら。この女の子はどういうふうなテクニックを使って男を落としてるのかっていうのをでなんか僕は単純に興味あるし勉強になると思いません、ね、あ男ってここうういうところでえー こういうところ、こういうこと言うとね、気分が良いいくなるんだよとか、そういうの聞きたいんですけどね、そういう男を翻弄してる女の話、面白そうじゃないですか、ね。えー、そういうふうに脳みそを使った方がいいと思います自分の正義感とかどうでもいいんで。はい、次です。えー、次、あ、ちょょちょょちょちょっち,ち,ちょ。ちょちょ,ちょ,ちょ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 。ちょっと待ってな。変な風になってしまいました。ええー、ええー。えー はい、い次です。えー、いつも楽しく拝見させてていいいただいています。リョさんのおかげで自分は大きく変わりました。ほう炎タイプが水タイプになることがないとおっしゃっていましたが私は進化して水タイプと炎タイプを持ち合わせた人間になりました。亮さんが好きすぎて誰もいないところでどんじゃりをするとよ,よく言っています人がいるところでももちろん言ってます。えー、とこで話は変わるんですがビッグバン芸人のチャンネルがずっと更新されていませんよね。私は個人的にビッグバンがとても好きなので気が向いたり投稿し,していただけると嬉しいです。 なるほど。えー、ビッグバンチャンネルはまあちょっとあれは普通にもう僕のあるあるなんですけどまああのやりたくなっちゃったらすぐやるんでで続くかどうかは考えないでやるから僕は続かないこともすごいあるんですよで。それの一つですね。うん。だしもう僕ねビッグバンは確かに僕の、えー、中学生高校生の時に僕に多大なる影響を与えましたけど 与えまし,たしまあ特に僕 G ドラゴンが好きですけど今もまあ G ドラゴンは好きなんだけどじゃあビッグバンの音楽を今も聴くかと言われたらもう俺あんま聴かないし、まあ、それは兵役行ってるかどうかとかいう関係じゃなくてねもうどっちかっていうとビッグバンっていうのはまあ昔夢中になったその時の思い出になってて僕の中ではうんそういう感じですねはい次ですもし業界大手のセレクトショップから引き抜きの話が来たらどうしますか まあ、えー、と兼業しますね、今の仕事と。多分あのー、両方、二足のわらじでいけると思うんで、まあ、仕事内容にもよりますねその、店舗に立ってくれとか、店頭に立ってくれっていうんだったら、全く持って、えー、受けないんですけども、えー、なんかね、あのー、もうちょっと高度な話ですよね、えー、コンサルティングとかね、そっち系だったら、えー、受けます、受ける。で、今の仕事をそのままやります。できるんで、僕、多分それだったら。はい 引き抜きっていうよりはね、うん、そういう感じで、うーん、やりたいかな。はい。それは全然僕やりますよ。次です。えー、今まで生きてきた中で一番の思い出はと言われて最初に浮かぶシーン。一番の思い出か。最初に浮かぶシーンないですね、別に。はい。一番とか考えないですね。次です。コンポタ派ですかコンソメ派。コンポタです。次です。 えー、戸坂メンバーが結城橋本来てましたけどどうあ来てたえガチえー、何来てたんだろう、うん、まあどうでもいいですね次ですえー、これだけは手放せないってものあるこれだけは手放せないえー、なんだろうな自信とかですかね自信は手放せないですね次です 一番年上のお友達ないやその友達っていうのもな友一番年上の友達俺そんな年上の,その友達っていうのも難しいんですよその何て言うかなこれね社会人とかになるとわかると思うんですけどそのと 友達のようなでもその一緒に仕事もしてるしとかっていうその難しいんですよね形容する関係性が関係性を形容するのが難しい間柄っていうのがねいっぱい出てきてそれこそ何だろうな普段からなんかよくしてもらって頂いてる方とかいらっしゃいますけどもまあお取引先だったりとかすると友達って言えではないし。 でも普通にフランクにそのなんだろうな仕事とか関係なく一緒にこうご飯食べたり遊んだりもするしとかってなるとねな友達ではないんだけど仲良くはさせていただいてるっていう方はまあ年上の方結構いらっしゃいますけどうん友達ではないからなだからそういう意味で言うとあんまり年上の友達ってのがあんまりいないですかね次です えインスタで写真撮るときってご飯の写真がやっぱり多いかそんなことないけどなそんなに意識してないですね僕は気分です次です辛い食べ物好きですかああのねピリ辛くらいだったら好きですが激辛みたいなものあんま好きじゃないので辛いもの好きではないかもしれないですねうんそんなになんかうわ辛いもの食べたいわとかはまああんま思わないですね なんかそのうどんやそばあったかいうどんとかそば食べてるときにとか豚汁食べてるときに七味パラくらいの感じわかりますかね調味料としての辛みは好きですはい次です野球とサッカーどっちが好きですかサッカーですねまあ僕はね野球はねあんまり全然興味がないんですよねだからそれこそプロ野球もそうだし甲子園とかも全く興味がないですね うーんまあなんかこれはそのいい悪いとかじゃなくて好き嫌いの話なんで、まあ、僕の主観なんですけど面白くないと思っちゃって <laughs> ないっゃてんかまあ僕がサッカーやってたっていうのもあるんだけどうーん、まあ、なんじゃあなんで野球やんなかったかって言われたらまあ分かんないからね理由にはなってないんですけどなんかサッカーの方が選択肢がいろいろあるなとも言うかっていうまあ、僕野球やったことないんでねそん野球やってる方からしたらいやそんなことない野球だってあるよっていうふうに。 言われれちゃうかもしれないですすけどサッカーのの方がが無数の選択肢があるじゃないでも、まあ、一つのゴールを決めるにあたっても無数の、ね、アプローチの仕方があるわけじゃないですか誰にパス出すかどういう風に攻めるかもそうですしなんかそういうところがね僕は面白いしうわそんなのありとかそっからそこにパス出すとかなんかそういう驚きが僕は結構ある気がするんですよね。野球は結構固、ま ってないですかパターンというかもちろんうわすごいホームランだなとかすごい盗塁だなとか、えー、すごい早球だなとかっていうの多分あるのかもしれないけどそのなんか裏切りというかなんだろうな野球はどっちかっていうと決められたレールの上をいかに速く走るかっていうような感じかなどっちかっていうとね。 ういうかあこんなにもうぬなんかね何だろうな余白がある気がするサッカーの方がいい意味でうん余白がある気がするんでなんか、うん、僕はサッカーの方が好きなんですよね <laughs> 次です、えー、どうしたら一歩踏み出す勇気が出るの勇気かまあなまあなあ そう事柄にもよると思いますねどういうことなのかなっていうのを分かんない例えばですけど何かこういうことをし,したいことがあるんだけど周りの目が気になってっていう踏み出す一歩なのか例えば好きな子がい,たいるんだけどとかでもね最終的にはまあなんだろうな勇気が出るかどうかっていうかやりたいかやり,やりたいかやりたくないかっていうのはそのあのセックスの話じゃなくて <laughs>。 <laughs> うんあのそれをやりたいかやりたくないかっていう気持ちが最終的にあれじゃないかなと僕思うんでやりたかったらやるっしょ多分だと思うんですよねはい次ですあとああとそんなあなたに送る言葉としてはえー、やった後悔っていうのはえー、日に日に時間が経つごとに小さくなってくんですけどやらなかった後悔っていうのは日に日に時間が経つごとに大きくなるんでってなったらやった方がいいよねとか あそういう考え方があるかなと思います次ですジャック・ドーシーが誰か知ってますか知ってますよツイッターの CEO ですか今も CEO かなはいですよねはい次ですおこれ俺ガチで知ってるからな俺がなんか事前に調べたとかじゃなくて俺普通に知ってるそんな知ってるんだろ知らないのですか逆に聞きたいですなめんなという話です次です、えー、自動販売機でよく買う飲み物水ですね最近 え次最近のおすすめの漫画最近、うん、僕ね漫画読まないんですよ漫画っちゅうものねまあ今までの人生もそうなんですけど全然読んでこなくって、うん、まあなんで唯一そのなんだろうな好きな漫画はって言われた時に答えるのは「バクマン」とか「まあ、デスノート」とかまあ好きでしたね結構読んだ僕が読み切った漫画のうちの数少ない作品の ですけども、それでも。全然漫画を読む。だから僕ね、ワンピースも読んだことないし、それこそ何だろうな、ジャンプとかでペラペラしたことありますよ。でも話の内容全然わかりません、ワンピースも。ドラゴンボールもわかりません。うん。なんかね、そうなんですよ。はい、次です。え好きなアイスのフレーバーなんですか そうですね。まあ普通にバニラとかも好きですけど、えっと、サーティンワンで言うんだったら、まあポッピングシャワーが好きだし、まあそうじゃないんだったらあれだな。あのー、ラムレーズンとか僕結構好きなんですよ。で、特にね、えっ、ー、と、これからの季節ですか、あれ秋冬限定だと思うんですけど、えー、牧場、あ、モーだ。モウのラムレーズンがすごい美味しくて、うん、あのー、レーズンの粒が大きいんですよ。で、ジューシーでね、えー、じゅわーっとこう、あのー、ラムの、 香りと、うん、まあそのレーズンのですね、ちょっとこう果汁みたいな感じがジュワッと出てきて美味しいんですね。おすすめです。あとまあチョコミントも好きだわ。はい、次です。えー、太ってる人好きうん。あんまり好きかって言われたら好きではないわな。そうそう嫌いとかじゃないんだけど、太ってる人好きって聞かれたらまあ好きではないかな、うんと思い。 ますで別に太ってる人でも人に迷惑かけなかったらいいと思うんで僕、うん、はいそんな感じですいやその迷惑っていうのは例えばねもうとんでもない太ってるとで電車に乗ったら席ね1人分じゃなくて2人分の席使っちゃうとかそれはちょっとねいや痩せろやって思うんですよねえうん そんなねブクブク太って肥満になるような動物ってね野生界にはまずいないし、えー、と人間ぐらいですよそんなの、うん、野生の動物って太ってるやつなんでまあまずいないんでそんなだから自然のあれに反して反したカロリーを取ったりたりまあその太ってるにもいろいろあるのでまあ、病気の方とかね、えー、そういうのはまあしょうがないかなって思うんですけどそうじゃなくて自己管理の問題で太ってる人はちょっとなとは思いますはい次です 嬉しかったことと。を教えてく嬉しかったこと <laughs> こういうの結構難しいよね嬉しかったことまあ最近で言うとすごい嬉しかったっていうのはまあ1,000万売った時かなあれは久しぶりワーって感じで、えー、嬉しかったかなその他なんか小さなハピネスみたいなのは日々ありますよパッとは思い出せないけどパッとは思い出せないけど小さなハピネスみたいなのはまあまあちょくちょくありますけどねえー、次です叶えたい願い事ありますか 願い事。僕ね、願い事とかしないんですよ。<laughs> 願い事ってね、あれでしょあの、天にお祈りする系の願い事でしょ願い事っていうのね、僕しないんですよ。意味ないでしょ願ったところで。願、い事とはもう本当の最後の最後にすることです。それは。もう自分がやれることやったと。全部出し切った。最後に神様お願い。これが願い事だと思うんで、普段から願い事なんかしてるやつはね、僕はね、 あのー、一生無理だと思いますそれかなわないと思うんで最後の最後にもうやること全部やったとだから僕で言えば受験とか例えばそうですけど、えー、受験勉強今あ、ね、死ぬ気でやってきてね受験終わりましたもうやりきったと全部出しきったな俺最後の最後に神様どうかこれが願い事ですよなので うんと、僕は思うので、なんかね、例えば毎日毎日ね、お金持ちになりたい、お金持ちになりたいなんて願い事してたって絶対叶うわけないので、願い事ってのはしないですね、そういうのは。そういうのはしないです。最後に、まじないみたいな感じでやる。うん、それが願い事かなと思いますから。はい、次です。え兵庫県といえば何が一番に思い浮かびますかえー、っとね、まあでもユニクロ <laughs>、ユニクロだな。だって、そりゃそうでしょ、ユニクロの、 ユニクロきっかけで兵庫行ってますから、まあ、やっぱユニクロの当時の思い出みたいな感じが思い浮かぶかなはい次です僕あの韓国旅行行った時にあのゴン茶があったのであ ゴンチャなんか最近タピオカってよく聞くな一回試していこうと思って、えー、韓国のゴンチャってもうガラガラっていうか全然並んでないんでスムーズに変えたんで、えー、それ飲んであなるほどねタピオカはこういう感じかまあおいしいねで飲んでません最後それかな日本に帰ってきては飲んでないしまあなんか列並んでなんかはましてやそんなことはありえません次です、えー、学生の頃に嫌いな教科って何があったか 嫌いな教科ですか、えー、と僕はね、数学が嫌いでした。はい。数学が嫌いでしたね。中高はもう僕ずっと数学に悩まされておりまして。ほんと数学ができなかった。な、はい。次です。お、これで最後か。もう意外にスパースパいきましたね。えー、財布にギザ銃入れてますか入れてるわけないやん。そんなもん。 もギザ銃とか集めてるやつバカだろ <laughs> 10円玉にさ10円以上の、あのー、コストかけてどうすんのって思うんですよねギザ銃探すとかあんなもんねえ10円に10円以上の価値を期待すんなと、うん、思いますけどね <laughs> って僕は思っちゃうけど分かんない、うん、人それぞれですから僕はやりません てな感じですか、はい、あー今回結構スパスパいったので30分いかず、えー、終わりましたねでもちょうどいいですかこれくらいが、はい、まあてな感じで久しぶりに終わりましたけどもまあまたなんかあのー、気が向きましたら、ね、皆さん、あのー、質問箱の方にトピック投げてくださいある程度の分量溜まって2 3 0分話せるくらいかなとなった時に話しますかなあーまあそういう感じでやろうかなと思いますからはい よろしくお願いします。ではま、またです。